オーバーハンドスロー、いい回転です。レックス、左レックス、そして右もダウン。2分3分ですることが多いです。あ、違った、3分5分ですることが多いですね。予選が3分だったり、決勝が5分ですることがあります。ネイルディレイっぽいことがこのイージースピンではすることができます。本来爪の上でするネイルディレイと言われる技が基本になってくるんですが、このイージースピンですと後ろ側にあのコマの足のようなものをつけますので、オリロ、皆さんもゲームの合間に挑戦してみてください。後ろ通りました。ビハインドバーティッピング来ました。ライジングスロー、かっこいいですね。お、アンダーザーレックス、いいですね。お、マンスピン、これでフリした気分がね楽しめますので、皆さんお持ち帰りいただいて、このディスクでたくさん遊んでもらえればと思います。もちろん普通にスロー&キャッチして遊んでもらうこともできますし、ちょっと楽しい感じになりますよね。後ろにつける足が2本入ってたと思うんですが、長い短いありますので、いろいろ技の程度いいですね。自分で書いてます。それがです、大内勝利選手は個人戦の総合チャンピオン10年間連続したベテランなんですけれどもね、今年もまた7月の下旬に富士の方で個人戦の大会がありますので、そこの方でまた活躍してくることと思います。ナイス。ディスタンスの日本記録を持っているのがこの大内勝利選手です。そしてキャップをかぶっている横田博選手も元全日本チャンピオンということでですね、素晴らしいプレーがこの岡山で見ることができました。30秒前です。時間が決まってまして、タイムキープの人がこうやってコールをしていきます。最後2人の合わせ技をどうやらするようです。今打ち合わせてダブルボディロール、イエイ、いいですか。ナイス、ありがとうございました。大きな拍手ありがとうございました。